することができていないっていうのがもう いろいろ考えた中でこれがやっぱ一番悔しいというか不甲斐ないというかそんな気持ちがあって。でもめちゃくちゃ考えたんですけども、だって毎回さいっぱいねになるようなアーティストだったらさ私たちが、うん、なんならここもう聖地みたいになってたわけですよ。確かに、潤ってたはずだ。そう、いろいろ潤ってた。人がいっぱいいて、いろいろできないこともいっぱいある。そんな私たちなんですけれども、どうか応援してほしいです。もう5人で今回本当に必死に。力を合わせて頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。お願いします。なので来年のリスキーメロディーのライブスケジュールはありません。本当はアルバムをリリースしてツアーやってみんなで行こうとかそういったことを考えてたんですけど全部白紙にしました。